竹野内豊上川綾新月9皆は日頃は悪い人。来週スタートの新月9ドラマ流れ星の制作発表会見が行われ、9年ぶりに月9主演を務める竹野内豊さん、上戸彩さんらが登場しました。ドラマは人生に絶望した男女が偶然出会い、さまざまな困難を経て真実の愛に目覚めていく姿を描く純愛ラブストーリーです。竹野内さん、難しかったセリフがあったようで。難しい手術じゃないんだっていうセリフをですね、難しい手術じゃないんだっていう竹野内さんはすごく癒し系といいますか、一緒にいるとなんか本当に心をこうクリーンにしてくれるので観葉植物のようでそんな癒し系と正反対なのが、続きまして、借金を作っては妹のリサにお金をせびり、ことごとくリサを苦しめてしまうダメダメな兄の牧原秀一を演じます稲垣吾郎さんです。はい、これ僕だけダメダメだからコードがついてるんですよ。しかも音がちょっとそうですね、ちょっと交換しましょうか私と出花をくじかれた稲垣さん、さらにドラマの中では本当に嫌な役ですね、はい、今もうお隣にいるのもちょっと嫌な感じ、はい、お金をなんか取られるんじゃないかと思って、あんまりそういう風に言われないで育ってきたんですけど稲垣吾郎さんは13人の資格でも史上最強のワルと言ってもいいような役を映画でもやってました、はい、このところちょっとそういう役ついているという感じがありますね。悪ためついてますね。そうですね、妹に迷惑をかける兄の役ということでありますが、一方竹野内豊さん、水族館で働く職員、その妹が北野キーさんでありまして、肝臓の病で余命1年と宣告されている、まあ、そういった男女の純愛ラブストーリーでありますが、来週の月曜日ドラマ初回当日の朝には竹野内豊さんと上戸彩さんがこのスタジオに来てくれます。いろいろお話を伺いたいと思います。お知らせの後は